昼は世界の上質工具専門ショップ、夜は会員制のトゥールスバー。こだわりの大人が集まる秋葉原で今宵はどんなディープトークが繰り広げられるやら。皆さんこんばんは。トゥールスバー2回目ということでございまして、1回目大丈夫かなと思ったんですけど、案外50分さらっとのね話がねうまくいきまして、ただね2回目始まる前にいろいろと皆さんからのリクエストがありまして、中でもやっぱ多かったのはちょっと酒がね足りないんじゃないかと、でもうちょっとこう酒入った感じでいいんじゃないのかなと、でちょっと緩めな感じでいこうと思いまして、まあちょっと緩めな感じでやれるゲストを今回厳選しまして緩めな感じのトークでさらにまあちょっと工具のネタもやれるような人をお呼びしました。どうぞこちらのお二人、どうぞどうぞどうぞ。なんで硬いの？なんかサラリーマン2人来たなってまあ一応ですね、今日はですね、まあ藤屋さんね、ペンチの藤屋さんの東日本営業部係長の阿部さんとね、あとスリーピックスの営業係長の五十嵐監督、なんでさんと組んだんだっていうと出会った年が違うっていうまだ子供ぐらいの時からしてるけど、それぐらいの若い時からね五十嵐君っていう時代からしてるということで、今日はこの2人お呼びしました。でなんだか何をせっかく新潟から参ったので、あっ飲まないでよ、飲む、いや今日飲むって聞きました、飲む気もあんな聞きました。何これ、何ですか、ありがとうございます、ありがとうございます。飲む気もあんまということで、純米吟醸コシヒカリ、さすが新潟、お米の国なんで新潟っぽいですね。人酒語らい、まさにぴったりだよね。人酒語らい、すみません反射して見えないです、見えない、人酒語らい、なんか狙ってきた、人酒語らい、いや最初から僕書いたの、最初から書いたの、これ別に書いたわけじゃない、違いますということで、宝山はあ清酒アルコール分16度と、じゃあ後でいただきたいと思います。ぜひぜひね。まあでも今日ね、まあ今日もですね、実は銀座の某で前回ご登場いただきまして、その所作が美しいというので、もうちょっと非常に評判になりました、JWC のですね奥木さん、今日も来ていただきまして、カクテルをお付き合いいただきました今日はどんなお酒を、今日はちょっとキレのいいお酒っていうテーマで、キレ、おお、2パーだから2パーだから、ありがとうございます、キレがいいよ、ありがとうございます。でまあなんか今日はね、その阿部さんがなんかちょっとお酒が弱くて、これでもどんだけ飲んでも大丈夫っていうテーマで、大丈夫です。でまあニッパーメーカーさんで飲む人とあんまちょっと飲めないよっていう人が来るっていうことで、今日なんかお作りいただけるのは、そうですね、2種類ちょっと作らせていただきます、でお酒が弱い方でも、まあお酒が強い方でもどちらでもちょっとアルコール度数は違うんですけれども、キレのあるっていうテーマでちょっとアルコール強いのと弱いので作らせていただきますので、ありがとうございます。じゃあ今回おかわりもできると、さらにこれもあるんで、こちらもちょっとだけはちょっとね、寄ってる感じを見ながら少しサーブしていただければと。じゃあよろしくお願いします。今ちょっとかけてますよね。失礼します。失礼します。いや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 ね。なんかこう緊張して大丈夫ですか？そうです。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。じゃあまずね、ちょっと簡単にね、もう少し今日のテーマということでお話をさせていただきたいと思うんですけど、今日のテーマは富士屋 vs スリーピックス。飲んだらどっちが面白いと。で、酒飲むのでこれね、ゆるくやる50分なんで、まあね、多分ね、この人ね、飲んでも飲まなくてもずっと工具の話してればハッピーっていうぐらい、もうそういう感じの人なんですよ。で、阿部さん多分やられちゃうので、やられないように僕はちょっとサポートしますから、もうずっと喋ってるから。ギアフェスタっていうファクトリーギア柏も4月にイベントやるんですけど、結構昔からねこう来てて、であんまり呼んでないんだけどいるんですその日。いやいやちゃんと呼んでいただいて、勝手に来てませんか。勝手に来て今回呼ぶの忘れちゃった。今回呼ぶの忘れちゃった。あれっていうのね、来てブースあるはずなんだけどブースにいないんですよ大体ね。それでなんか会場の向こうのからおーとか声が聞こえてくると出店してたはずの人が普通に買い物してるっていうからね。まあこれも工具好きなので今日はちょっとその辺の話も踏まえてしていただければなと思います。ちゃんと仕事もしてますんでね、誤解が生じると困りますんでね。ちょっとなんか始まる前の方が面白かったじゃないですか。社長も小さい声で聞こえてるんですよ。ちゃんと社の PR をしてこないといけない。宮崎さんちゃんといつも呼んでますからねオフィシャルでね。勝手に来てるわけじゃない。今年も頑張ります本当。もうだ見てくださいこれだってネクタイほら。映りますかねこれ。本当ね映んない。映んない。前出た方がいいですよね。前出た方がいい。前出た方がいい。ネクタイ気になるよねそれね。おお。それ何どうしたのそのネクタイ。別にだってこれ3ピークスのじゃない。全然関係ないです。たまたまデパートで見つけた時に一目惚れして、これは買うしかないだろうと。ただ一つだけ残念なのがペンチが書いてないあるのは金槌とかノコとかスパナとかっていう感じで、そうノコギリなんか2種類もあるんですよ。用のことはのこと。あ、言うの忘れてたけどね。藤原さんとスリーピックさんっていうのはこうニッパーとかね、ニッパーとかペンチの専門メーカーですから、あんまり知らないで見てらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、一応ニッパーとかのねメーカーさんということで今日来てもらってて、で藤原さんは大阪のメーカーなんですよ。大阪のね、はい、でスリーピックスさんは新潟のメーカー、ね、さっき日本酒持ってきてくれたことからお分かりになる通り新潟のメーカーなんですよ。で大体大阪の工具メーカーと新潟の工具メーカーっていうのはかなり色が違うんですよこれね。だから本当に本当そうだから何ていうのかな、アメリカ工具とヨーロッパ工具が違うっていうのはなんとなく国とエリアが全然違うから分かるけど、やっぱりね日本もね大阪のメーカーと新潟のメーカーってやっぱりちょっと、ね、毛色が違うっていうか、まあちょっとね扱ってる商品なんかも違うので、まあ、その辺が一緒に酒飲んだらどうなんのっていう話なんで、まあ、酒がねちょっとね、はい、あできました。おー来ましたよ。はい、あ失礼いたします。これはこちらが弱いバージョン。弱いバージョン。はい、大丈夫。弱いバージョン気になりますね。すごいオーセンティックなんですけれども、こちらはジントニックになります。キレがいい。ジンがベースになるとやっぱりキレはなかなかよろしいと思います。でこちらも定番なんですけど、ちょっとお強いお二人ってことなのでジンライムでございます。はい、ぜひ。じゃあいただきますか。いただきましょう。じゃあ今宵も飲んだらどっちが面白いかね。じゃあすいません失礼して。いただきます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 。おおめっちゃいい話。いやすごいこれ強いね。強いです。これ強い。やばいこれ。キレッキレだよね。キレッキレですね。驚きました。2パー切れない。キレッキレです。キレッキレです。私のトークもキレッキレです。まだ喋ってないけど。ああすごいこれ。わあ。すごいこれ飲んじゃうね。え？飲んじゃうでしょ。飲んじゃいますね。大丈夫ですか？これ飲みやすいですね。飲みやすい。よかったです。はい。こちらの味もちょっと気になるんですけど、ちょっといただいて。あ、全然はい。ちょっと失礼して間接的いただきます。じゃあ違う面でいただきます。おおおいえおいえおいえおお。ジャブジャブですね。これはもうあれですね。これはジュースですね。そんなことはないんですけど。これ阿部さんいただいたら多分そっとしちゃいます。ちょっとやばいこれでもさ。これはいや美味しいよね。はあダメですね。全然話す気にならなくなりますね。これ飲み始めると。お酒に集中しちゃう。やばいですね。大丈夫大丈夫。集中力がこっちに行ってしまう。まあねそんな感じのコーナーです。はい、でまあちょっとじゃあちょっとね自己紹介関係してもらおうかなっていうか、まあお二人の紹介をね、ちょっと今だからメーカーの紹介を今途中だったんであれだけど、大阪のメーカーと新潟のメーカーで、大阪の富士屋さんっていうのはまあね、どっちかっていうとこうペンチがすごい有名なんですよね。そうですね、はい。でペンチがね、知ってる富士屋さんのルーツとか。もともとは軍事の工場に収めるっていうので作ってたっていうのは確か聞いたことあるんですけど。さあどうでしょう、どうでしょう、ちょっとその辺ね、ルーツのなんだ、ちょっと予習してきましたよね。今ちょっとどれを求めないか、引き出しを求めないか。いや、いきなり工具作ってたわけじゃないはずなんですけど、間違いなく国産第一号のペンチのはよく存じてます。コールも読んでるね。もちろんです、読者ですから。読んでJIS のですね、JIS の部分でいうと、弊社の商品を元にJIS を作ったっていうのは私も聞いてるので、要するに、ペンチね、でペンチ、戦後間もなくっていうのはものすごくこう粗悪品が多くて、はい、で日本の工具業界っていうのはもうその当時はもうグワーってこう行く時だったんで、どんな道具を出しても売れた時代なんですよね。はい、でそれがあまりにも粗悪品とかが出ちゃうんで、そうじゃなくてある一定の基準を作って、でそれでユーザーがそのいい工具と、ちょっとこう規格外の工具を分かりやすくしようっていうのでできたのが JIS っていう、JIS の基準なんですよ。でその JIS の基準にペンチを作る時に、当時その富士屋さんのペンチっていうのは当時の逓信省ってね、今でいうところの NTT の前身のところにペンチを収めてて、非常に品質的にこう、信頼されてたってこともあって、 JIS の企画作りにその、社長さんが非常に貢献なさって、でもその富士屋さんのペンチをベースにJIS の企画ができたというぐらいですね。日本のペンチのスタンダードを作ったメーカーさんですと。で富士屋というんで、富士に矢がこうビュンと立ってますね、はい、通ってる、これがもうね、富士屋さんっていう名前だけでもう世界、アジアに行ったら日本の工具だなっていうのが分かるような感じのね、この辺に出てる、今出てる富士屋出てる、今出ました、今出たこれね、富士屋っていうこのブランドが非常に有名ということです。で、安倍さんどこの出身なんですか？私生まれ名古屋なんですよ。なんだ、大阪人じゃないんですか？大阪に住んだことないです。大阪住んだことない。はい。出張では何回かもちろんしてるんですけども。で、なんで富士屋入ったんですか？富士屋入ったのはですね、今後でお話しされると思ってますね。オートバイですので、自分でメンテナンスするのに工具使うんですよ。で、工具使うにあたって親近感ですね、使ってる部分があったので、僕転職組なんですけどね。転職組、最初は違うんですか？最初は違います。あ、そう。ちなみにどちらで？あ、これ話よ、畑違いだったんです。工具は工具なんですよ。電動工具の部類でちょっとニッチな産業なんですけども、水道管とかガス管ありますよね。こっから家庭に引くためには分岐させないためじゃないですか。分岐させるために穴を開けるんですけども、それを開ける電動機械で潜航機っていうんですよね。穴を潜航、潜航機でパイプに穴を開ける。それが中低管だったり、昨今だと地震の対策でPE 管、これ1年間とかに穴を開ける、そういった工具のメーカーに一番始めました。でもやっぱり刃物工具ですね。刃物と刃物というか、穴は切れないですから。2社目は全然違うんですけど。でもやっぱりじゃあその藤谷さんの方が自分の趣味のバイクいじりに近いから、ちょっといいかなと思って。なんかでも藤谷さんってオートモーティブ系じゃないですよね、イメージ的に。じゃないですね。はい。私も正直藤谷入るまで知らなかった部分もありますけれども、当時私面接してくれた部長が誰ですか？社長じゃないですね。じゃないですか。ちっちゃいです。今大阪にいる部長なんですけどね。自分どこのその富士屋の工具をどこ頼んでるか知ってるかって言った時に、僕もネットぐらいしか見たことなかったんですね。当時富士屋のホームページ見てやったんですけども、並んでるとこ正直今見たことありませんって言ったら、町の金物行ったらいっぱい並んでるっていうことで、私近所の地元のそこそこ大きい金物屋さん行ったら、確かに富士屋の商品が結構なスペース並んでるんですよ。でそれを見た時に大手だと、はい、これは大きい会社だって、はい、でここで働きたいなっていうで、お願いします。あ、でも結構やっぱりつまりそのバイクをいじってるみたいなところで親近感があったっていうね。そう、工具に関しては。工具に関しては、ね。ああ、なるほどね。で自分でまあ転職する時にあたって、まあいろいろ商品、会社選ぶにあたって、まあ工具っていうキーワードで選んでいく中で、まあ富士屋っていうのがヒットしたっていう。どうですか、その富士屋さんに入ってみて、その好きになった工具とかありますか、富士屋のね。やっぱりこだわりじゃないですけどもね、CPX さんもそうですけど、まあ、工具特にカッティングツールになりますので、切るっていう部分に関して非常にこだわり、大丈夫、ちょっと切る3PX は俺に言ったよね。なんかこう、うちはもうペンチ屋じゃないんですって言ってね、うちは刃物屋ですっていうこの名言を言ったっていう。ずいぶん前です。今は刃物屋ですね言ったぐらい。刃物屋でございます。ペンチやっぱりそう、藤谷さんもやっぱ切る。そう、よく現場の人間ですけどね、ペンチまあ。井原さんのことだと思うんですけどね、右と左のパーツを組み合わせて切るじゃないですか。この合わせっていうのがすごく難しい作業なんですよ。わかる、わかるってか、ちょっと。喉入ってきましたね。大丈夫。これを量産品でここまでやるっていう技術っていうんですかね、これすげえなって本当に純粋に思いましたね。で、合わせをね、合わせ、はい。でそれこそペンチだったら下から合わす、こういうふうになっちゃって下から合わす、弱点をニッパーって上から合わすって、ちょっと相場の話、この話はちょっと聞きたいね。なんですか、今下から合わせるのがペンチと硬いもの、硬いもので、上から合わせるのが細い線、細い線。これはなんでかっていうとあれですよね、細い線はやっぱ先端で切ることが多くて、硬い線は内側で切ることが多いから、力入れやすい内側で切ることがあります。だから合わせをどっちに合わせるかっていうのが、これ人間の目とね、あれでこうやるもん、調整してます、調整するんですよね。やったことあります？ないです。ないんですか？研修とかでやらないんですか？研修でやらしてくれないです。僕ね、やりましたよ、藤谷さんの。社長先輩じゃないですか。僕、工場研修1週間しかなかったんで、触るもの何やったんですか？商品をセットしてるだけ、カットしてる。ちゃんと研修してました。製造工程に関してしっかりと、製造工程の中でもこういう作業を中心にやって、含んでやってました。ちょっと熱くなってきちゃったな、もう。そうね、もう気合い入れて、ちょっとあまりにもね、よし行こう。なるほどね。僕ね、でもね、あれすり合わせやらせてもらったんですよ、藤谷さん。で、難しいですね。で、あれなんかまあ3PXさんもそうなんだけど、ちょっとニッパーとか、ニッパー作りたい、何でもいいからニッパー一つ持ってきてる。ありますね。でも早いね。ありますね。これさ、うちもですけど、これをさ、こうやってライトにこうシュシュってやって、こういう感じでシャーって、あ、こうかな、こういうヤスリでこうあるんだよね。シャーシャーってね。こう、あ、こうか。こういう感じです。こういう感じ？こういう感じでやるでしょ。そう、見たことない。やらしてくれるよ、藤谷さんに。だから来ていただければやるんだけど、これ本当は合わないですよね。こっち合わせたらこっち合わない。そう、ガタガタのいくらってやって。そうするとね、あれやるとね、こういうことなんか失礼だなと思っちゃうぐらい、一個ずつね、すごい丁寧にね、やってるんですよ。で、まあ変な話、自分で買った藤屋ものってあります？自分で自腹で買ったもの、は、ラジオペンチかな。何に使ってます？ああ、やっぱバイクの整備ですね。何乗ってるんでしたっけ、バイク？ヤマハのWR250F オフロード。はあ、結構知らない方いらっしゃるかもしれないです。オフロードバイクでオフロード走るんですか？走ります、走ります。はい。どっちかというとまあツーリングとかインド走るっていうよりはまあレースもそうなんですけど。レースやってるんですか？はい。そっちの山の中こう走ってる。レースやってるんですか？はい。レース。そうです。そういうことだそうです。私これ。いよいよ分かったね。むずむずして。我慢できない。結構黙ってた。じゃあ次からね、はい、で株式会社3PX技研営業係長。よろしくお願いします。五十嵐くん。この人多分一生言われそうだな。この人ね、新潟ってね。三条ですよ。三条は燕と三条があって、で燕の方は食器で有名でね、はい、三条っていうのは、まあ、工具がすごい有名なところで、その中央にこう五十嵐川っていう川が流れてるんですよ、三条がね。でその五十嵐川っていう川が昔ね、江戸時代かな、江戸時代ね、すごいね氾濫したの。台風が来るたんびに氾濫で、もう大暴れする川で、でその川が氾濫するたんびに農民が疲弊しちゃって、この町をなんとかそのね、時の城主なんとかさんっていう人が、ちょっと忘れちゃったけどね、松平家だったの人が、もうこの町はこのまま行ったら農業が栄えないというので、そういうまあ水害があったとしても生き残れる町にしようっていうんで、関西方面からね、要はこう職人を集めてきて、それで新潟っていうのは金物が栄えたっていうね、そういうルーツがあるんですよね。はい、それで僕はそのね、五十嵐川のある新潟のスリーピークスさんの五十嵐君だから、絶対これ地元の人だろうなと思って、五十嵐とあれ五十嵐って何が違うのって聞いたら、語る方、これ前ラジオでね、インタビューしに行ったのよ。電話かけた時に、もうラジオね、もう FM 北海道でやってる時に、五十嵐君に工具の話でいろいろ聞こうと思ったのに、最初に前半で五十嵐と五十嵐の話で終わっちゃって、これでなんか途中でもうMC のディレクターの人が「ちょっと今長すぎますね」っていうぐらい。でも五十嵐と五十嵐の話ちょっとだけね、五十嵐君は五十嵐君じゃないんだよね。私は「が」ですね、五十嵐の方で。ただし三条より北の地区は全て五十嵐。あ、そうなんだ。地域で分かれます。もともと地名姓なので。じゃあ三条の本当の辺の人は五十嵐さんっていうのが結構地の人なんですか？そうです、そうです。皆さん五十嵐ですね。例えばちょっと電話で何かの予約を取ったりとかするときに「五十嵐です」って言うんですけど「はい、五十嵐さんですね」もう面倒くさいんで「はい、そうです」って答えちゃうんですけど、まあ、ちなみに私の出身は新潟は新潟でも糸魚川っていう場所で、まあ、ちょっと先だってね大火がありまして、皆さんにも地名が結構難読地名っていうところで有名なんですけど、糸魚川の出身でして、なので同じ字を書くんだけども五十嵐っていう読み方ですね。で三条からなんで上がみんな五十嵐かっていうと、もう地名姓で、そもそも五十嵐川っていう川に対してその地名姓として五十嵐があって、でさらに神社もあって、その川の上流の方にあって五十嵐神社っていうのがあって、でさらに今度そこから派生していった出ていった人たちが、そこから派生する長いからもうそれぐらい。で新潟にも五十嵐っていう土地があるんですよ。それはみんなその三条から出た人たちが住み着いたところに五十嵐っていう地名がある。だから自分は三条じゃなくて糸魚川だぞということですね。そうですね、とりあえず糸魚川だと。新潟でも糸魚川の出身です。糸魚川の出身の五十嵐さん、割と県の端っこから真ん中あたりに来ました。これね、ギアフェスタの時にもお客さんに喋っちゃって、ついついね工具売れなくなっちゃうっていう工具の説明をしなきゃちょっとね、分かった。じゃあね、工具のちょっとスタイルがね、なんかちょっといつもの五十嵐風じゃないよね。ちょっとなんかないの今日。そうですね。じゃあ一応ほら、都会に来るってことでこの学校でしたけど、持ってきてるんだ。持ってきてる。すみません、おかわりもらえますか？おかわりね。僕じゃちょっとおかわりして。違うのもあるの？パリパリ。また違うの。また違うの？パリパリのパリパリは。五十嵐君あれだってよ、早く飲まないと次のもあるんだ。わかりました、わかりました。ああ、五十嵐。いつもそんな感じ。いつもの感じだった。このが楽ですね。肩パッドがないのがいいっていう。こんな感じですね。なんかこれ飲むと次今作ってくれてる。今度なんか違うんですか？いや、一緒です。一緒ですか？もう一杯作ってくれてる。いただきます。まあ普段私こういう格好で市内周り並びに各種営業の方回らせてもらってまして、スーツはねとってもじゃないですけども、展示会の時ぐらいしか家にしか帰ってきないです。で五十嵐の話じゃなくて、ちょっとスリーピックスの話。スリーピークスってさ、なんか新潟のスリーピークスっていうとさ、スノーピークとかで間違えられるんだよ。いや、しょっちゅう間違えられますね。間違えられるよね。たまにカタログが送られてくることありますね。え？カタログ印刷屋さんがカタログを持ってくるんですよ。どこ置きましょうか。いや、うちじゃないんじゃないですかね。明細見ると場所も近い、はい、すごく近いんですよ。それこそ歩いていけるぐらいの距離感にあるものなんでっていうのでよく間違えたりとか、まあ、市内でも間違われることは多々ありますね。でちょっとほらなので3ピークスのちょっとこうねアピールした方がいいんですが、まず3ピークスどういうブランドなのかということでね。そうですね、うん、創業当時もともと弊社に関しては最初からペンチニッパーを作ってた会社じゃないです、うん、戦後間もなくぐらいから本格的に仕事は始めたんですけども、最初は工作機械の部品を作ったり、うん、ちょっとした部品の加工ですね、うん、そういったものを会社のって言っても自分の敷地の土間みたいなところでやってたっていうのが最初で、うん、でそこから徐々に力をつけつつ品物を今度作るんですけど、なぜかやりますその品物がなんと工作機械っていう、要は材料に穴を開けたりとか削ったりするためのそういった機械を作りました。結構これ新潟県内、県内外の会社さんに買っていただいて、当社の中では今でも現役で動いてる加工機があります。でその加工機のノウハウを生かしながら何か作れないかって言った時にこいつですと、ペンチだと、うん、で世の中作業工具たくさんありますけど、なぜペンチ選んだかっていうと2つあったんですよね、選択肢は。1つがペンチ、もう1つは、スパナの中でも、ウォームが動く、モンキーレンチですね。この2つが候補に上がったんです、でその当時もうすでに新潟の三条市内にはモンキーレンチをメインに作ってる会社さんというのはすでにあったんですね。それどこですか？愛護工業さん。もう残念ながらないですけど、愛護さんもあり、あと国用産業さんという会社もあったり、3期で名を馳せたそういう会社も、あとトップ工業さん、すでに3社がもうこぞって作ってらっしゃって、もちろん他にも作ってらっしゃる会社があって、これはもう太刀打ちできないだろうと、無理にそこは追わずとって言った時に、じゃあペンチっていうことで、やっぱり刃物工具っていう中だとやっぱり技術も必要だしノウハウも大事なんで、これだけ手間がかかるとやはり儲かるぞと。なるほどね、うん、それがドライバーやスパナが悪いわけじゃないんですよね。難しいからね、やっぱりこういうさっきの話じゃないけど2つのパーツを組み合わせて、そこの要はこう塩梅を調整しながらやる工具っていうのはやっぱスキルもいるし経験もいるし、はい、値段も高いからね、やっぱりね。そうですね、利益性の高い商品だということで取り組んで、おかげさまでありがたいことにその当時のやっぱ職人さん立派でしたね。製造開始からわずか2年でJISを取得っていう。藤谷さんが頑張って作った、ね、そうですその企画に載せることができたっていう。それは本当に歴代の工具メーカーさんでもそこまで早いところはないです、ね。自分たちで機械を作ってたからこそできるっていう部分があります、ね。みんなオリジナルで自分たちで加工機を作ったんですよ、社内で。汎用品じゃなくて専用機。そう、専用機をすでにそこの時点で作ってたっていう。だから今でもそれで現役で動いてるのが何台かありますね。これね、でもねすごい大事な話だと思うんだけど、工具ってみんな全部手作業で作って一個一個やってるというふうに思いがちでね、だから日本の工具がいいとかドイツの工具がいいとか、言うんだけど、実はねやっぱ今やっぱほとんど大半がね機械で作られてるものなんで、要はその機械をどれだけいいものが作れるか作れないかっていうのはやっぱりその出来上がってくるもののねクオリティに大きな差があるっていう。だから例えばその作ってる国の民族性とかそういうのもちろんすごいあるんだけど、もう本当にその機械をね開発する力っていうかね、機械をこううまく使い分ける力っていうのが工具メーカーってすごい大事なもの、大事ですね。だからやっぱその工作機械のメーカーだった3ピークさんだからこそちょっとこういいもの作れちゃってるんだぞっていうか、その早くJISもクリアして、はい、やっぱりいい生産工程を作れるようになったっていう、そういうお話よね。そうですね、だから最初から制度にはかなりこだわりがあったおかげでっていうのが大きいと思います、うん、はい。その後はちょうどその時期が、昭和40年とかその頃ですね。ちょうどその過渡期というか、その工作機械が、大手がかなり出てきて、日立工機さんだとかそういったところが出てきて、天田さんとかが出てきて、もうこれ以上はもういいだろうということで徐々に工作機械の方が縮小、それでベンチの専業メーカーになっていくと。じゃあしばらくはもう並行で、もちろん並行でやってた時期が、だから工作機械部門、ペンチ部門って2部門に別れてやってた時期が10年ぐらい。そんなあるのね。で五十嵐君はなんでその3PX入ろうとしたの？私はですね、たまたま大学を卒業する年になって、いよいよもって、ね、就職しなきゃならんと言った時に、もともとは私もオートバイ好きで、高校の時から毎週ホームセンターに通いながら工具をちょっとずつ集めた口なんですけど、でそこから派生するとやっぱ工具はやっぱり好きだから関連する仕事なんかないかなと思ったら、たまたま新潟県の三条市って場所がどうも産地だと。でもっとルーツを調べてみようと思ったら大阪だと。さて大阪は遠いなと。三条なら近いしなんとかなりそうだなと。でその中でもやっぱり何社もあるわけですね。ペンチやってたりドライバーやってたり、さっき出ましたね、モンキーレンチやってる会社もあるわけです。その中でもそれぞれ会社の見学にはさせてもらって、いい経験でした。それはそれをした上で3PXさんの方に願書を出して。決め手は何だったの？いろいろ見たのにやっぱ驚きの連続でしたね。何が驚き？まず人が多かったってことですね。要は機械で作ってるのは間違いないんだけども、人の手が相当かかってるっていう。ニッパー刃物ね。それは藤谷さんも同じよね。一緒ですね。一緒だと思います。これだけ手間かけて作ってたのかと。正直車っていうかオートバイなんかのいじるのにペンチニッパーっていうのは正直少ないんですよ、出番は。ただしそれよりもはるかに魅力を感じた。要は人の手が入ってるっていう、しかも恐ろしいほど入ってるんですよね。普通の一般的な回すっていう道具に比べるとはるかに手が工数がかかってるっていう、そこに魅力を感じて。でたまたまその後うちに帰ってみて、自分の祖父の工具箱ひっくり返してみたらうちじゃなくて3PXのがあるんですよ。偶然なんですけどあったよと。じいさんに聞いてみたんですね。どこで買ったんだと。いや近所のコンビニで買ったんだと。まあ新潟多いので、新潟多い、たまたますぐに行きましたね。売ってるって。それまで全く興味が、ないとは言わないですけども、やっぱり範疇からは外れてたんですよね。やっぱり回す道具の方が、ドライバーやスパナの方がやっぱ花形の工具なので、見てる方がやっぱりキラキラしてますからね。磨いてあったりとかっていうのも。これ今度さ、じゃあアネックスさんの社長とかも呼びたいと思うんだけど。違うね。いややっぱねドライバーとかって。要は結構本当に自動的にできちゃうっていうかね、今なんか特にそうだけど先っぽの加工とかも、もう要は最初のシャンクのこのものがよくって、焼きのいろんなその後のいろんな過程あるにしても、やっぱり握り物っていうかさ、刃物っていうのは相当人間のここによるとこ多いよね。大きいですね。大きいですよね。その人のさじ加減でどうとでもなるっていう、魔法みたいですよね。あ、そう。それは何が魔法なの？そのさじ加減でどうともなる。だから刃の合わせ、すり合わせの話でさっきのね。そうですね。研ぎの仕上げの仕方ですね。だからうちの会社ですと同じ商品でも対象にする切断物に応じて刃付けしますから、そういった商品もありますので、もう専用の工具として作るわけです。仕上げの刃付けの段階で決めるっていう。藤谷さんはね、ほら実は藤谷さんって、もう皆さん結構知ってると思うけど、大阪に工場があるのと、僕ベトナムの工場行かせてもらってて、ベトナムの工場とかっていうとなんかベトナム製みたいなことよく言われるんだけど、だけど僕は大阪とベトナムと両方見に行って、果たしてどっちがより精度の高いって言ったらあれだけど、ちょっと繊細な道具を作ってるかっていうと。これベトナムの方が今圧倒的になんかやっぱりすごい細かいものを作ってるんじゃないかなっていう印象があって、だからそれって機械もそうなんだけど、やっぱりベトナム人の若い人たちの精度、なんかね勤勉なね、なんかね僕本当ねなんか行ってみて分かったことがすごいありましたね、やっぱりね。ベトナム人よく言われるのが勤勉で器用っていうんですかね。だから我々の親世代の、まあ、戦後復興のすぐの人間と似てるということで、いろいろ教えると非常にまあ吸収しようとして勤勉な部分で、例えば初級をやられて、技術研修生で来てくれるんですけどね、何人かに技術を教えると非常にまあ技術の習得率がいいという、例えば日本人の、学校卒業した人間が、まあ、2年3年かかるのを例えば1年で覚えるとか。すごくまあ覚えようっていう勤勉な部分と実際にやってみる器用さっていうのは持ってます、ね、だベトナムの工場行って若い人たちが発揮してるんだけど、はい、でほとんどみんな日本で研修した人たちがね、ベトナムに行ってその日本の技術を現地で伝承してるっていうか、はい、だからね素晴らしいなと思いますよね、ある意味ね。そのなんかこう日本の技術を日本の国内だけで日本の若者に伝えるっていうよりもなんかねこうちょっと貢献してるかっていうかね、そうですね、すごい真面目だし。はいはい、だから結構精度の高いやつとかベトナム工場の方がよくできちゃうんだねいうぐらい、もう本当にそういう技術力が高いんですよ、ベトナムの工場は、うん、だから皆さんの思ってるイメージとそのベトナム工場で作られてるもののイメージでだいぶ違うんじゃないかなっていうふうにね僕思いましたけど、ね。そうで、まあ、ベトナムで作ってるからってそれこそさっき機械の話出ましたけども、うん、言い方おかしいかもしれない、粗悪品の機械作ってるわけじゃなくて、うん、日本から持ってった機械とかで作ってますし、で実際作業する人間も、まあ、日本で勉強した人間が現地でやってますので、うん、作ってる機械でやってる人間も日本のものをそのまま持ってってる感じになってますので。うんうん、その辺はもう安心して使っていただけるような工具っていうのはもちろん作ってます。なんかちゃんとねお昼休みも日本の会社みたいにみんなで弁当をこう丁寧にねなんか食べたりなんかしててね、まあ本当日本にベトナムに行くことを忘れるぐらいなんかかなり日本風な、本当不二家さんって僕ね僕本当これじゃなくて本当にねなんかねあったかい会社だと思うので、みんなすごい真面目でなんかこう本当にいい人たちが集まってて、だから僕お付き合いさせていただいてすごい気持ちのいい会社、藤屋さんって。そうですね、うん、僕も他お客さんと話してると、例えばうちのベトナム製の話すると、私とベトナムの工場ってすごい距離があるでしょって言い方するんですけども、まあ、高野倉社長をよくご存知の八木っていう人間ですけど、私八木とそれこそLINE とかで電話できるぐらいの関係なんで、そういう面では変に壁がなくて、一営業の私がベトナムの今副社長ですかね、副社長の八木と LINE で直接話するぐらいの、まあ、アットホームですかね、関係がある会社なんで、すごいなんかやっぱりまあオーナー企業ってところもあるけどすごいあったかいね会社で、なんか非常にいいホームページ見ると分かりますよ、藤谷さんのなんか良さっていうかその真面目であったかくてっていう感じがすごいねありますよね、藤谷さんってね。はい、うん、ただオートモーティブ風かっていうとだいぶ離れててこれやっぱりすごいインダストリアルな世界の中で育ってるブランドなので、そのなんかオートモーティブな感じのちょっとこじゃれた感じとかいうのはちょっとないので、その辺はちょっとね、まあファクトリーギア的にも少し頑張ってオートモーティブ向けにもね、藤谷さんね、はい、まあもともと金物店さんが販売店さんが多くて、まあそうするとまあ工場関係もですけど、まあ電気工事の方、そう電気工事屋さんの方がすごい有名ね、藤谷さんの指名買いとか結構ありますもんね、多いですね。だから私の会社ですと、まあオレンジのグリップだとか、先ほど社長から話し合いましたように、まあ富士山マークのペンチ頂戴っていうような、それで指名買いはまあありがたいことにいただいておりますので、ね、でもね結構最近藤谷さんも頑張っていろいろもう新しいね領域にこう行こうっていうんで、プラニッパーね、あ、プラニッパー、爪切りとかね、爪切りとかあるある、それプラニッパー、爪切りはない、爪切りはあれは展示会オリジナルなんで、爪切り作ったでしょ、爪切りでファクトリーギアオリジナルで爪切り、これはプラニッパーね、プラスチック切るニッパー、プラニッパー、ちょっとじゃあこの辺で対決しようかな。ちょっと対決。出てきたよほら。はい、こちらに。ちょっともう五十嵐君ね、ノムピッチ上がってんね。いや、おきさんがすごくいい塩梅で作っていただくので。そう。はい。そうですね。はい。じゃあちょっとまずじゃあ藤谷さんのニッパーどうしようかな。片刃と薄刃があるね。切られるのがプラスチックプラモデルしたらこちらも、じゃこれじゃあ安倍係長のですね営業タイム営業タイム、この薄刃がどこにどんな特徴を持って開発したかってところですね。いかがし君、このいいよ飲んで。あ、ありがとうございます。緊張してるのはちょっともっと飲んでから飲んでいっちゃおう。あ、弱いのにわいっちゃった。行きましょう。はい。プラスチック用ニッパーでも、今回こちらのやつに関しましては、ここの刃の角度を非常にこだわって、25度っていう設定してます。で、プラスチック用ニッパーって言いますと、単純にプラスチック切れるっていうことで、なんですかね、プラスチックってだけなんです。でもプラスチックの中でも硬質樹脂もあれば柔らかい樹脂もありますので、それに特化したニッパーっていうのを作ります。で、例えばこれ片刃の方ですね。これに関しては40度って書いてありますけども、だいたい今45度から40度ぐらいが、産業用の硬質のプラスチック。をターゲットにしてます。で、今回私今こっちに出してるやつに関しては、25度っていう刃の角度にしてますので、こういったプラモデルみたいな軟質樹脂ですね。硬い樹脂っていうと、例えば車のヘッドライト、あれも樹脂って言えば樹脂になると思うんですけども、皆さんイメージできるように硬い。それは40度なんだね。40度なんで、こっちはもうこういうやつね。そうです。なんかこれ骨骨しかないから、これでいきましょうか。最後のことちょっとこういったものを切るには。刃が薄い方が切れ味がやっぱり楽に切れるんで、ほんと消しましたね。これは五十嵐さんの方が上手かもしれないですけど、切り方はい、僕は素人なんで切り身切れじゃないですけども。そうか、この角度の違いはつまりこれが軟質でこっちが硬質っていう。そうですね、樹脂っていうような捉え方できるんですけども、樹脂の中でもやっぱ硬いもの、産業で使えるの硬いものもあれば、こういったホビーで使うの柔らかいものもありますので、我々としてはプラスチック用のニッパーっていう中でも硬い樹脂と柔らかい樹脂でそれぞれ違う商品っていうのを提案できればなということで、アイテムをやってます。これこの25度の方はこれ両刃なんですか、片刃なんですか？これ両刃ですね。これは両刃、はい。なるほどね。で、40度の片刃の方は、いろんな考え方ですね。つまりあれだ、25度を片刃にしちゃうと結構消耗が激しいから、そこは両刃にしておいて、ある程度耐久性も考えて両刃で作ってある。そうですね、そういう部分もありますね。で、40度の方はある程度角度があるんで、硬いものを切る時でも片刃にしても比較的こう刃にダメージがなく使えるから片刃にしてる。ダメージがないっていう部分と、もう一個特徴があって、ここの絵が分かりやすいかもしれないですけどね、こちらの商品はこっちブレードって書いてある方だけ刃をつけてます。で、こちら何も書いてない方は平らです。で、どうですかね、まな板とか言いますかね、我々の会だとまな板構造っていうんですけども、硬いものを切るときに、これ硬い樹脂としますけど、まな板の方で押さえるんですよ。で、刃はこちらから入っていくんですよ。そうするとバリが両刃だと両方から刃がギューって入ってくるんで、真ん中にバリが出るんですよね。片刃に関しては片方平らの部分で押さえてて、刃がギューって入ってくるんで、バリが真ん中じゃなくて端っこないし、綺麗に切れる。なるほどね。という違いがあると。で、今回これ片刃のプラスチックニッパーっていうのを、従来のやつと差別化で、硬質樹脂で、インプラですね。でもこれ本当にちょっと、例えばさ、スリーピークスさん的に藤屋さんがこれ出してきたっていうのはかなり。おかわりだそうです。おかわり。早い早い。死ぬかと思ったらまたおかわり。てかすごい話だよね。すごい話だと思いますね。やっぱり藤谷さんっていうとどうもペン電光ペンチ的なね。そうですそうです。もう昨年の夏前ぐらいですよね。一番最初に話が上がっていたのが。その前のオートサロンで実はね、もう去年のお正月の時に試験機があったんですよ。テストでもうオートサロンでファクトリアのブースで持ってきてもらって、藤谷さんがそのプラニッパ出すぞっていうので、ちょっとね、一応その時にデモ機があったんです。デモ機っていうのはサンプル品があったんですね。結構もう構想としては長かったですよね。そうですね。片刃っていうと、この辺は井川さんもよくおっしゃいますけど、今なくはないんですけどね。までまな板構造なくはなかったんですけども、それを活かせるメリットっていうんですかね、長所の部分で活かせるメリットでいろいろ探していくと、弊社としては皇室自身、インフラ等で活かせるんじゃないかっていうところで作った商品。どっちの方がやっぱりその市場的に言うとやっぱり片場の皇室樹脂の方が藤谷さんとしてはやっぱ売れ行きは好調って感じ。そうですね、今のところもともとさっきの話なんですけどね、うちの立ち位置が産業なのでアポビに関してはまだまだ入れてない部分がありますので、これから伸していきたい。じゃあここでついにホビーに向けた超ホビーだ。もう待ってました。飲んで出来上がってるから。十分いただきましたんで説明に入りたいと思います。ちょっとねくどいよ、くどいかもよ。じゃあご説明させていただきますね。模型プロプラスチックニッパー、これね MK02 と言います。プラスチック専用のツールになるんですけども、当社は当然ながらニッパーペンチですから、ブラニッパーはもともとありました。あったにもかかわらずまだ出すかっていう時に型場です。要はこの台紙よくできてるんですよ本当に。素晴らしい、素晴らしい。私もうちの真似したいぐらい。具体的にこのシーンは欲しくてこの企画だ。大阪、新潟。具体的に角度が明確に書いてあるっていうのが、これ見てくださいよっていう。40度、25度。で刃はワンブレード、ツーブレードでわざわざちゃんとこっちが切れるんだぞと書いてあるわけですよっていう。これはすごいっていう。でうちのもうどっちかっていうとこっちなんですよね。片場ってやつですね、仲間としては。で、角度はこっちなんですよ。25度型で切れはプラモデルだよね。プラモデルですね。軟質樹脂を主にスチロール樹脂って言われるんですね。たくさんあるプラモデルですね。キットで使われる、樹脂を切るためのツールです。切れ刃はちなみに、正面から見るとこちら側ですね。我々で言うと左刃って呼びます。こっち右刃ですね。左刃だけが切れます。こちらはまな板になってます。でちょっと切ってみましょう。こういうので大丈夫です。こうなってますね。今切った断面はちょっと白っぽいですけど、これをこうです。こういう感じですね。うまいね、酔ってる割には。まあ飲みながら作ることもありますから。あ、そう。これね、もともとね、五十嵐さんあれだよね、フィギュアの会社から言われて作ったんだよね。そうです、そうです。だからもうそもそもの出が要はこうもうフィギュア用だから、もう今の作業をイメージして作ったやつなんだよね。はい。でこの人もそのオタクだから、そういうのね。まあ幅広く。浅く広く。では私もやっぱり会社勤めてもう10年、15年以上になるんですけども、私もこういったプラモデル作るのが本当好きで、会社に入っていながら自分のやっぱり満足いく道具がなかったんですよ。でその時にたまたま模型のメーカーさんからこういうの作ってくれないかという話がありまして、その話に乗ったという形ですね。でそこから開発が始まりました。一番最初に作った時は白い箱がなかった本当のっていうか、マジさ、これ俺でもできるよ。酔っ払った俺でもできる。本当のプロトタイプっていうのがちょっと初公開になりますね。これですね。それプロトタイプなの？プロトタイプですね。すげえ。要はすごいいいの。スタンダードなプラスチックニッパーですね。我々が普通にお客さんに出すスタンダードなプラスチックニッパーを元にこれがこうなって最初作りました。まず見ての通り頭が小さいです。あ、こっちの方がね。これはもう客先からの指定で。これがこっちにやってる。でかすぎるんですよ。カットするのは全然違いますね。ちょっとこれで切らしてみて。これもなかなか良いものです。で、これで当たりを得たので、じゃあ作れるなっていう。悪くないね。これ結構使ったものなんですよ。それでもこれ両刃です。片刃です。コンセプトは同じっていう。悪くないけど、確かにこの薄いなんか感じがやっぱりそれがないね、こっちにはね。そうなんです。どうしてもやぼったいんですよね、大きいので。そういう感じする。これの方がなんか扱いやすさっていうのがやっぱり大きさによって随分違う。なんかこれの方がちょっとこう文学少女って感じ。こっちのよくわかんない。笑わないでよ。一応ビックさん文学少女って感じがする。文学少女わかりにくい。文学少女わかんない。イメージできない文学少女。要はコンセプトはそのままにして小さくすればいいなっていう考え方ですよね。すごい。でもこれもうでもこのためだけにわざわざ型を作ったので、その型の部分はやっぱりクリアしないといけないので。本当に僕何回も切ってるけど、今ね社長ずっと切ってますよね。ずっと切って何度も切ってるけどもね、ずっと切ってます。ちょっとね本当に改めていつ切っても楽しいって、これまあ本当すごいですよ。本当これすごい。よくあれですね、そぎ切りってやつ。今ね入ったから気をつけてください。いや俺私なんです。目指したかったのはここなんですよね。おかげさまで改めて買うことなくなりましたね。もう自分たちで作ってるんですからっていう。こういうの作る人たちでね、こういうのね、こういうのね、こういうの作る人たち用のニッパーね。もう東京すごいんでしょこれ。東京のお店はやっぱこの系の人多いよね。多いですね。で今やっぱさ、そのほら、はい、模型プロプラスってこれ実はファクトリーギアの東京のお店なんかではこっちの方が実は売ってる飯田君がこれ好きでこれすごい売ってるってのもあるんだけどフィギュアとかこのプラモデルの世界ですごい有名なこのアルティメットニッパーってあるんですよ。究極ゴッドハンドので、これも実はまあこの新潟ね、三条の隣の会社です。隣の会社。本当に今隣の。本当に隣です。本当に隣の会社で引っ越して隣です。で、実はね、さっき俺聞いた話なんだけど、本当日本全国のニパコファンの皆さん、ぜひ今ちょっと五十嵐君の話、これ本当面白いの。この要はこっちの模型プラニッパーの切り方と。こっちのアルティメットニッパーね、こうニパコちゃんの切り方はちょっとした違いがあるんだって話をこれからね、五十嵐じゃなくて五十嵐さんがしてくれます。してよして、これ本当。ちょっと中身開けるわけじゃないんで。開けていいんだよね。ざっくり説明させてもらいます。開けていいでしょ。開けていいですよね。これ。その方が使ってもいいよ。じゃあちょっと開けましょう。えらいとこにあれだな、ホチキス売ってるな。ちょっとイラッとしました。できればここに打ってほしい。ちょっと出しにくい。スリーピックスのこだわりこういうところはあるから。まあ見ての通り頭の小さなニッパーですね。比較するとすごい話よ。これは相当本当にうちが立ってます、隣ここですみたいなぐらいの距離感で話します。それ今三条の話。三条の話。ここが今三条ですっていう、新潟県の三条市の話です。でこの辺がツバメだよね。そうですね。ツバメです。これツバメ。まあ見ていただくと頭は一回り小さくて歯も薄いんですよ。アルティメットの方がこの部分は確実にアルティメットの方に軍配が上がります。間違いないです。薄さっていうのに関すると、ただし切断能力が大きく異なります。アルティメットの方に関しては基本的にパーツのここですね。要はここから切るものだけに使います。ここは切れません。切れないっていうよりも、これ素人がやるとこれ壊します。やらないでくださいとサイトでも書いてあります。ゴッドハンドさんの方で。本当。で切断能力がまず切断能力大きく違うのは切断能力。私たちの方はここ切っても一緒です。なぜかというと、そもそも切断能力が違うっていう。だから設定角が全然違うんですね。我々25度ですけど、ここは10何度ですね。多分13とかそのぐらい追っかけてるぐらいの薄さです。刃の付き方も違います。我々さっき説明しましたけど、当社は左刃ですね。こちらの方が刃付きになってます。こちらは右刃です。左右逆です。これは偶然なのか狙ってそうだったのかはちょっとわからないんですけども、当社に関してはなぜそうしたかっていうと、皆さんリンゴの皮むきとかってね、経験されたことあるかもしれないですけど、皮むく時ってどっちに向けます？引きますよね。押さないですよね。右手で持つと我々のニッパーっていうのは引く側に切れるわけですよ。おお。そう。だから厚みを感じながら切れるわけですね。それが3ピックス我々の作りで、対するゴッドハンドさんの方は押しながら切れるんですね。右手で持つんですよ。あくまで右手で持つと押しながら切れるって、押して切るタイプと引いて切るタイプって、このまず大きく違うのはこの刃の付け方の方向。偶然なのかわからないんですけど、考え方が真逆だったっていう。でさらにもう一つ、ニッパーの大きな違いとして、我々のニッパーっていうのは、こっちがもうなんとなく PPP になってきてるじゃないこっちが受けるんですね。こっちが受け歯になりまして、で、こっちが切れ歯ですね。そうするとこうなんですね。うんっていうこうですね。つらい地で要は上面の平らな部分、一番平らな部分、最終的に真っ平らになるように切れるようになっています。対するアルティメットの方はこうですね。今度はこうですね。そうするとこうですね。こういう感じです。少し下がります。それなんで少し下げてるんだろうね。少し下げてる理由っていうのは、やっぱガタつきをやっぱ心配してるんですね。これ自体のこのかしめてあるピンのガタつきを考慮して一応少し下げてる。だから下げてるがために切る時の切り方に少し癖があります。だからパーツを向ける向きっていうのは決まってるんですよ。何この方向でしか切らないでください。ちょっと待って。これちょっと秋葉原じゃなくて日本全国のプラモデルフィギュアファンのこれ聞いた方がいいよ。これ本当大丈夫です。これはちゃんとサイトにも書いてあるけども、改めてかなりオルティメットも宣伝してるなと思うんですけど、切るときにこう切るときに、これはこっちから切れるわけなのでパーツはこっちに沿わせないといけないんですね。そうするとまな板に対して本当乗っけちゃうんですよ。乗っけてから切れば綺麗に切れる。これ逆に切っちゃうとどうなるかっていうと切れ残っちゃうんですよ。どんだけ頑張っても追えないんですよね。要は段差分だけ、この分だけ段差があるわけなんで、これをミクロのレベルでやってるので非常に手間のかかってる商品なんですよ。わざわざずらしてる、段ずらししてるっていう、だから一発切りでも綺麗に仕上がる。私どもが作ってるものに関してはあくまで薄切りなんですよね。削いで切るっていう。ナイフで昔のあの人がさ、こう切った後にナイフでこう削ぐっていう話よね。削いで切るので詰められるんですよね、長さを。だから少し距離を空けて切って、ちょっと分かりづらいですけどね、こうやって最初切り出ししてこうですねから追っていくんですよ。見ててください。この追い方がちょっと異常なんですけどね。このぐらいです。これで大体コンマ2ミリぐらいです。取れてるいいだろうね。反射してもダメですよ。もう一回。ちょっと待って。色変えますか。白じゃない。本気で取るからちょっと待って。はい。これね。こうです。映ってますかね。削ぐような感じね。どっちで刃がついてるんだっけ。刃がついてるのはこっち。だからこっちに当てて。皮むきだと思って。こっちに当ててこう削ぐ感じ。当てて押し上げる感じですね。当ててこうですね。当てて引き上げる感じっていう。相当狙って作った商品なんでこれに関しては、多分会社でもここまで面倒くさい道具はないですね。要は使い方を左右するっていう。座ろうか。長かったですね。すみません。でもね。入ったね。じゃあなんか次もあるんですか。おかわりじゃん。なんか安倍さんのおかわり。私はまだいただきます。はい。そうですよね。これ汎用品ってなんかイメージあるんですけど、専用品っていいっすよね。これ専用品ですね。正直出す前に社長と相当揉めましたね。あ、そうなのやっぱり。要は我々はねプロの相手だと。ね。あ、ちょっとそう。これ飯田君かなりやってるもんね。飯田君ね、ガンプラオタクなんかってかガンプラ歴が長いからね。そうですね。ブランクありましたけどやってますよ。やってるよね。で結局趣味のものだろうと。だけど趣味にも命がけで取り組んでる人はいるんですよ。命がけで。いやじゃああれは私はこれを作るのに命がけだけど、まあその命がけで趣味に取り組んでる人に対してそれをメーカーとして答えようっていうね。だから日本のメーカーってね、そういうのすごいと思うのよ。だから多分本当にね、だからやっぱりさ、いやこれね実はリンドストロムとかね、世界的に有名なこういう日本メーカーってあるけど、じゃあでもリンドストロムがはっきり言ってその要はこうフィギュアとかプラモデル用にこういうニッパー作ってるかっていうと、リンドストロームってあくまでもやっぱりマイクロニッパーじゃん。やっぱりその要はこう本当に弱点系のものをやるものにはフォーカスしてるけど、俺やっぱプラモデルに特化して作ってるってのはやっぱ日本ぐらいだよね。そうあるのにヨーロッパのメーカーでプラニッパーっていう概念がないとこもありますからね。プラニッパーっていう概念がない。弱点で片場で済ましちゃってる。だから要はこう細い銅線とか切る布なわけで、プラスチック専門の切れ味を追求してるニッパーってないよね。そうなんです。不思議とないですね。ないよね。いやもちろんクリペックスにもあるんですけど、そのフラットなタイプのものはありますけど、日本ほど意識はしてないですね。僕ねクリペックスの工場も行ったんだけど、やっぱり発付に対しての考え方って全然違うのね。だから日本のニッパーメーカーってその刃付けの時の刃の上に出すとか下に出すとかそのまっすぐ合わせるとかっていうののすごいこだわりあるじゃないですか。でクリペックスはねそこまでねそのこう刃付けに対しての意識はねもう全然違うの。そのやっぱりだから日本ってやっぱり日本刀の文化でしょ。だからこの切れ味を追求するってことに関して言うと、なんかニッパーにもそのこうなんていうのこう刀鍛冶のがもうそのスピリットが我々多分知らずのうちに多分絶対あると思うのよ。その切れ味を追求するっていうのはね、今日のまあ切れ味追求環境じゃないけど、なんかやっぱりそれはね全然違うねやっぱね。どっちかっていうとドイツのメーカーとかっていうのはもう硬いものをいかにこう切れるかっていう、タフに切れるかっていうのを追求してる感じがあるけど。こんなさそのプラスチックのものを切る時のそのねテイストまでってこだわってるとかってないよね日本ぐらいね、うん、我々だとやっぱりそれを切れ感って言いますね。切れ感、だから数字にできないものがあるんですよ。だから荷重試験すればね、単純に何キログラムで切れましたっていうのは出せるんですね、うん、そこじゃないんですよ。我々の手っていうのは持った時にまあ左手で持ちますね。持った時にやっぱりここと指4本があって指の腹があるわけですから、ここの部分で握るわけなので、機械で2点で押すのだけでは全然違うんですよね。数値で出るものと握り感で出るものでは全然違うので。誰見てるの？藤原君見てました。俺誰見てるの？今かなりいいリアクションだ。かなりいいリアクションだ。これピンポイントで俺誰見てるの？全然だから我々は数値ではなくてそうだよね、感じる部分。確かにあるんだよね、ニッパーの試験機であるの。こうありますナウルベ試験機って。確かに違うよね。違います全然。あとこれ作った時も一応試験機測ったんですけどできないんですよね。単純数値は出せるんですけど、単純数値切れたっていう時の重さは出せるんですけど、全然感覚が違うので。だから結局これ作る時も試作やった時に1万回ぐらい切りました、手で。もう1万切ってやんだってやめました。もうやめようと1万までは頑張ろうと。その中で出られたデータは本当に機械で1万回切るよりもはるかに10倍100倍くらいのノウハウにはなりますけど、やっぱりすいません、見ていただいてる皆さんもうじき1時間ですよ早く寝なきゃダメよこれ、酒飲んでもう1時ね。あ、もうそんなこれねマジでね1時間付き合っていただいて本当ありがとうございますもう、ね、これねでこれ以上にこの人の話聞きたい方は4月29日の夕方6時から夜中の11時までファクトリーギア柏ね、アリオ柏っていうところの前にあるところにいるとこの学校でいますから6時間。あれ、藤谷さんもいるんだっけ？藤谷います。2人いる。この2人に会えなかった4月29日、ファクトリーが本店に来ていただければ。並んでますから。並んでます。並んでお待ちしてます。で、僕はカゴ配ってますから。カゴ配ってます。皆さんのお買い物のヘルプさせていただきますんで、ぜひ皆さん来ていただければと思います。もうちょっと長くなっちゃったけど、まだある？まだなんか話したいことある？いや、今いいよ、最後1個言って。そうですね。じゃあやっぱり29日やっぱりこれを見てきたっていう方には何かサービスして。嘘。すげえ。ただじゃ返さないです。ほら。じゃあ大丈夫。じゃあ僕もやる。いやちょっと酔っ払っちゃって。ささやかですけどはい、覚えてないかもしれないですけど、また見直しますじゃん。ここで言ってるって言って、YouTube の画像を出してくれても構わないんで。じゃあ本当今日小木さんもね、本当今日キレのあるお酒作っていただきましてありがとうございました。また今回はちょっと本当におかわり来ちゃったんで、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん一緒に行きますか。それでは皆さん知ってます？はい。それでは皆さん知ってます？知ってます。あ、知ってる。やっぱり見て知ってる。じゃあそれではですね、これ大口好きではないんですけれども、最後はこれで締めたいと思います。4月29日お会いしましょう。そして多分ね、いろんなところでどっか会った時には皆さんこれで行くと多分話通じると思います。さあ行きますよ。通じます。それでは皆さんさようなら。4月29日お会いしましょう。またね。お会いしましょう。はい、ありがとうございました。どうも。はい、どうも。今日お疲れ様でした。いや、青木さん素晴らしい。感じてる、すごい。すごい。ビシビシ、もうキレッキレですね。キレッキレ。いいですか。1杯目、私今日3杯飲みました。1杯目、2杯目、3杯目、すべて濃さ違います。いや。同じお仕事。見てもうこのなんか極上なこの表情でもうね。ありがとうございます。ありがとうございます。この人多分毎月来たいね。ギャラリーとしてお金払ってきます。安倍さん飲めないって言って2杯飲んだからね。これ美味しい普通に美味しい。すごい。本当1杯も飲めないんですけどね。あらすごいわ。ごちそうさまでした。おまけカットでした。